ザ最終滑走者はディフェンディングチャンピオンです、浅田真央選手、20歳です。ショートプログラムは2位でした。真央世界一とあります。現在の世界チャンピオンでもある浅田真央選手です。もう世界チャンピオンには2度なっています。さらなる進化を求めている今シーズンです。
プロに使って、もうとっても大きな動きでですね、だからジャンプ一つ一つに余裕がありましたよね。はい。後半ね、ややちょっと小さくなりましたけどね、でもはっきり言って第一関門第二関門というような言い方をすればですね、やっぱりステップアップステップアップしてきて、やっぱり本来の彼女の持っている良さをやっぱり出せるようになってきてますね。まあ、あの小さなミスはね ありましたけどもね、やっぱりあのちょっと手をついた上がったり、あの辺がこれから の課題でしょうね。残り1分の大きさ、そこら辺でしょうね。でも前半の動きは本当にね、うわー上手くなったなっていう感じですよね。本当に素敵でしたよね。トリプルアクセルのところです。やっぱ彼女はね、時々ねちょっとつく癖があるんですよね、ジャンプで。そこが一番の難しいところなんですけどね。今の3連続なんていうのは、あの予定よりも変えてきてますよね。申請していたものよりも難しいプログラムにしていますね。そうですね、あのやっぱり結果はともかくとしてですね、あのやっぱり違った面を、そのフリーでは新しいものとして見せたいと言ってた部分が、やっぱりそういう感じが出てますよね。あの前半の大きな動きがそのまま後半に続いてきたら、これは本当に素晴らしいと思いますね。でもあのやっぱりね、素晴らしいプログラムですよ。さあ得点が出ます。138点が出ました。得点がトップになります。70.18 と62.139です。シーズンベストを更新しています。この得点ですと多分2位です。そうですね、126.30 です。シーズンベストを更新しました。最終滑走者ですので順位確定となります。日本の浅田真央選手第2位です。優勝したのは西日本選手、安藤美希選手です。